山口県周防大島にある沖家室島の本浦港の釣り場を紹介していきます。釣れる魚はメバル、カレイ、キス、チヌ、アジ、グレ、ハギ、スズキ、ハマチ、カレイ、スズキ、マダイ、コブダイなど様々な魚を狙うことができます。駐車場もありますし、トイレもあります。それに加えて常夜灯もあるので日中から夜の釣りを楽しむことができます。湾内には何箇所かの堤防がありますが、どの堤防からでも魚を狙うことができます。足場がいいところと良くないところがあるので注意が必要です。また湾内は流れがあんまりないため海藻や藻などが多いので注意が必要です。主に沖に向かってサビキ釣りなどを楽しむことができます。常夜灯の下では光に寄ってくる魚を楽しむことができます。基本的には今写真に写っている場所の近くで大きいアジを釣ることができます。右側よりも外側で魚がよく釣れる印象です。また対岸からこちら側の堤防に向かってサビキを遠投するとよくアジが釣れます。尺アジ30センチ40センチあたりの魚を狙うことができます。また右側にある堤防から沖に向かって潮アジギでハマチなどを狙うことができます。回遊しているためどのタイミングで釣れるとは限りませんが、タイミングが良ければ釣ることができます。人気スポットなので早めに到着し場所取りから始める必要があると思います。民家が近いので騒音などに注意して釣りをするといいと思います。ご視聴ありがとうございました。